キキ、おはよう。おはようございます。サインください。え、また BTS 見てたの？はい。やっぱりね。今染めてる。あ、キーキね。はい、これさっき漢字のさっきで、うん、あの H どこ、林をどこに入れようと思って、うん、ここでいいかなと思って N じゃん。N H に見えないですね。 H ね、H ね。そう、 H、 一応苗字なんでお願いします。萌えです。おはようございます。かわいい。これが長田の長で、うん、これが田んぼの田、うん、ここまでが漢字で、うんうん、ここがひらがなのもなんですよ、うん、でこれがひらがなの、あー、本当だ。です。石です。石です。え、かわいい。はるの、え、これはるのだっけ。そうです。根元、あ、根元はるの。え、どこどこどこが。まず葉っぱの葉のからリーフでベルやって、これ木片で根、ね、元、ハールの。いや、わからんわ。わからんわからん。もにねえ、ハートが描けない。いつもさ、ハートだった。そこたまにハート気分で。何何何、気分でたまにハート。それハートになってない。見せて。ハートにならなかった。失敗。はい。まあ、これは味のある感じ。これ当たり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 。おはようございます。インサイダーかつきです。そう、私の言葉ね。あ、なるほどね。まあいい、山本ってことね。そうです、そういうことです。簡単です。真似しないでください。ラプンツェル。おにゃとか言っちゃった。恥ずかしい。おはようございます。おはよう、ラプンツェル。あ、そうだね、タマじゃなくてコートネーム、本当はココなんだよね。でもみんなタマって、タマって呼びます。ください。インサイダー暁ってブリックして。インサイダー暁。ハック。あ、ありがとうございます。18番にしたのは、うん、私が初めてバスケして、うん、初めてもらった背番号です。いつからバスケ始めたの？中学です。中学校の時に初めてもらったユニフォームが18番だったから、はい、だから初心を忘れないように。お父さんに考えてもらいました。あ、すごい。お父さん元野球してて、うん、で、まあ、ちょっと尊敬してるんで。ちょっとじゃない、ちょっとって言ったら。お父さん尊敬してるんで。お父さん見てますか。お父さん頑張ってます。そうです。マリエさんです。うん、はい。急に撮るからね。急だな。みんなの愛しのマリエさんです。マリエさんは30ふんふんです。おやすみなさい。お前お誕生日。あ、そうそうそう、美味しかったね、あのケーキ。なんだ、え、ホテルの。あ、美味しかった、ね、皆さんのおかげでありがとうございました。めっちゃでっかいよね。良、ね、かったですよね。すごい大きくて、ね、あのスイーツハラスメントを受けたの、このカメラマンの方に。あ、そうか、2個2個だよ。そうそうそう、あのでっかいホワイトなんだっけ、チョコレートのプレートをそのままバーンと乗せられて、みんな食べるからお前も食べろって、ね、怖いね女子。一人だけじゃ太りたくない。マリエさん細いから。いやいや、食べても大丈夫。大丈夫大丈夫。ちゃんとこうやってね、自分でできることもね、大事だよね。高校生、学生が超音波なくてもこの辺ほぐすだけでも全然変わってくるらしいです。らしいです、皆さん。ポイントです。
この髪の毛似合ってると思いますよね。投票する投票する。あ、聞いてる聞いてる。悩んでる悩んでる。ああ、聞こえる聞こえる。みんな似合ってるかっこいいって言ってるよ今。コメントください。コメントください。今次の髪型悩んでます。本当に？いや戻そうか。え？戻さないでほしい。100票。100票。絶対そのままがいい。似合ってるって本当に。ありがとうございます。真っ黒より好き。あ、本当ですか？うん、え、迷う。え、やだやだやだ、メッシュがいい。きつい。あ、それでお尻上げてるってこと？うん。ちょっと骨盤が後傾してるんですよ。ちょっと、本当だ。ちょっと浮いてる。めっちゃこれもも裏に来るんだよ。うん、あと内転筋。そう。筋張ってるもん。ちゃんとそのおかげで内転筋がめちゃめちゃ筋肉痛です。これはねすぐ慣れる大丈夫。慣れます？慣れる慣れる慣れると。この後にやる動画なんですけどめちゃめちゃきつい。尾形さん新入りなんですけどめちゃめちゃきついトレーニングやってきます。そこ強調するよね。そう新入り新入りよね。これも吐き終わったとできる呼吸止めれたら最高だね。足上げたところで止めて下側を軸に股関節と肩関節を軸にちょっと動きをつけてもいい。なんかね選手の皆さんは体が柔らかいんですかっていうのがあった。皆さん見ててください。前屈をえキラ私は硬いここしか行きません。でも怪我があんまりありません。体を大切にしましょう。